出場なかったなんか最後まで見届けました、はい、もう初めての勝ちがかかってたんで今年ので、まあ、ロッカーに梅津と僕がいたんで梅津にも帰らずに見ようぜっていうのを話して、はい、で最後に見たんですけど、で11回だったっけ、11回、その聖夜が打つ前に梅津と本当に話してて、いやここでこいつがサヨナラホームラン打ったらドラマあるよなとか言ってなーぐらいで打ったんですよな、ドラマあるよな、打ったーみたいな感じで本当にそう話してたんですよ。でも本当に嬉しかったです。興奮度もこうちょっと撮らせてもらってる中で、まあ、YouTube 見ましたけど、スターバックスラテを昨日あいつに奢ったんですよちゃんと打ったんですよあいつは。しんのすけとかもあいつにご飯食べさせたら打つみたいな、だからあいつに僕は課金します課金という言い方、課金します。あいつはあいつ課金すれば多分打ちます課金していきます去年に続きすごい試合で、いやすごい試合でしたね、1個目が本当に良かったです。細川が打ってくれて、どういう気持ちで、まあ、登板後、降板後は見てましたか。いや全然あの普通にファンの気持ちで見てましたチームの雰囲気とかそういうのはめっちゃいいっすよ。おベンチ明るいし、よし頑張ろうみたいな、うん、空気になってるんで、うん、本当にいい雰囲気で野球やらせてもらってます。勢い作れたんで、大野さんもいい感じで多分マウンドに上がれると思うんで、いいパフォーマンス出るんじゃないかなと思います。